ジョーゼフ・ジェイ・マンスフィールドジョーゼフ・ジェファソン・マンスフィールドは、テキサス州選出のアメリカ合衆国会議員。1861年2月9日、ウェストバージニアのウェインにて出生。ただし、出生当時、ウェストバージニアは、バージニア州の一部であった。彼は、ウェストバージニアの公立学校に通った。1881年、テキサス州アレイトンに転居。同地で彼は、 農場や鉄道労働の仕事に就いた。1886年、弁護士資格を取得。この時、テキサス州イーグルレークに移った。この年はマンスフィールドにとって忙しい年で、彼はテキサス州兵の二個中隊を組織した。この頃、イーグルレーク発の新聞を刊行した。マンスフィールドは州兵の大尉に昇進した。1889年、 イーグルレークの市長に当選。1892年、アレートンとイーグルレークの双方が属するコロラド軍の検察官となった。1896年から1916年までコロラド軍の裁判官を務めた。このことは1910年まで務めた軍内の学校の監督者としての任務に役立った。1916年、民主党員として、 連邦会員議員選挙に当選し、在職中の1947年7月12日にメリーランド州ベセスダにて死去した。第72議会から第79議会まで会員河川公安委員会の委員長を務めた。マンスフィールドダムの名は彼にちなむ。ありがとうございます。